グランマ・モーゼス。1953年、アンナ・メアリー・ロバートソン・モーゼスは、アメリカ人なら誰もが知る、国民的画家。通称グランマ・モーゼス。本格的に筆を握ったのは実に76歳の頃であった。緑の畑や牧場で楽しそうに働く農民や、田園生活風景などのフォークアートを描いた。1969年には、 アメリカの郵便切手になったニューヨーク州グリニッチの貧しい農家に生まれたモーゼースは12歳から奉公に出て27歳で結婚。しかし子供を産んでも働き詰め。子供が10人できたがそのうち5人は幼児期に養成。70歳で夫を亡くす。バーモント州ベニントンへ移り住み、リュマチで手が動かなくなってからリハビリを兼ねて油絵を描き始めた。 絵を描き始めて3年後、一人のコレクターが彼女の絵に目をつけ、1940年に80歳にて古典を開く。この古典に大手デパートが注目して一躍名画家となる。89歳の時には、当時の大統領ハリー・エストルーマンによってホワイトハウスに招待されるほどである。101歳で死去するまで約1600点の作品を残した。 グランマモーゼスは見たものを描いたわけではなく、人々の記憶の中にある古き良きアメリカというイメージを丹念にコラージュして編み上げていたわけです。ありがとうございます。